堺忠敏昭和18年2月8日は、日本の海軍軍人。では省内藩主、堺左衛門の上家の一門で、米津正明の次男、堺忠四発の養子。白爵、堺忠義の養王子、死釈、米津政権のお辞にあたる。備中松山藩主で、死釈、板倉勝貞、陸軍大将、西尾久志つりは女性。14位勲造党。 高4級。最終階級は海軍少将。艦長を務めた、吉野1872年海兵士官学校に入校。同校は海軍兵学校とは別個の存在で、明治初年のみに存在した海兵隊育成を基とした学校である。しかし在校中に廃校となり、すでに4年在校していた堺は3ヶ月の促成教育を受けて卒業。 同じ履歴を有する者に、竹富国金、中野信用がいる。商尉保となった堺は、法術や運用術を学ぶため海兵に通学し、今後を乗り組を経て少尉に任じられた。日清戦争においては、橋立副長として、艦長、日高総野城を補佐して、公開海戦を戦った。以後七艦で艦長を務める。年シア公使館副に補され、 三年、あまり在任した。武官補佐官は、広瀬武雄である。日露戦争中は、軍令部出資、佐世保海兵団長、元山防備隊司令官を務める。1905年9月に、少将へ昇進し、翌年予備役編入となった。ありがとうございます。